実際結構大変。遅いよー、こら歩かない。歩いてたら体力作りにならないでしょ。あと少しだから頑張れ頑張れ。よし、海に到着。次は水泳だよ。水着は持ってきてるよね。休憩はないのかって。休憩しないとつらい。じゃあちょっとだけ休憩しよっか。私お茶持ってきたんだ、飲む？わ、そんな一気に飲んだらむせちゃうよ。ほら、もう大丈夫？喉乾いた時こそゆっくり飲まなきゃ体がびっくりしちゃうよ。え？私は疲れてないのかって？チカちゃんとリコちゃんと毎日朝練してるからこれくらいなら全然平気。水分補給をするけどね。あなたもすぐになれるよ。大丈夫大丈夫、やればできる。生徒会長って大変そうに見えるでしょ。